さて EOS R5 の発売日が本当に近づいてまいりました。以前お話ししたマップカメラの下取りということで 20% アップで今回買い取りがしていただけるということなので、今回ね、僕が実際に何を売ったか、そしてどうして売ったかというところをね、ご説明をしていく動画にしたいと思っております。まあ、正直ね、やっぱ高いカメラだと思うんですよ、EOS R5。なんで、まあ、そこら辺の資金面なんかね、できるだけ補助してくれるシステムが、このマップカメラにはあるよということで、この下取りシステムというのをご紹介したと思うんですけれども、これをね、詳しく見ていければなと思います。ということで、本編いきます。どうもこんにちは、たかしでございます。本日もゆるゆるとカメラについてのお話をやっていきたいと思います。というわけでね、早速なんですけれども、今回このパソコンを見ながらね、実際に僕が何を売って、そして EOS R5 を買うのかというのを見ていただければなと思っております。でね、基本的には EOS R5 に合わせたレンズは買いません。しばらくね、レンタルで何を買うかっていうのを模索していきたいと思ってるんですよ。なので、まあ、そういった動画もね、お出しをしていけるんじゃないかなと思うんですけれども、なのでまあイニシャルの費用としては、まあ50万円ぐらい、まあ、マップカメラで購入すると45万円とちょっとかな、そのぐらいの価格となるということで、まあ、それをね、埋め合わせ切れるかどうかは分かんないんですが、僕の中で、まあ、あまり使用頻度の少ないものっていうのをマップカメラの下取りに出させていただきまして、で今回ね、金額っていうのは確定しましたので、まあ、そのね、思い出とか、まあ、なんで売っちゃったのっていうのと合わせて皆様にご説明をしていきたいと思っております。ではね、早速なんですけれど、まず1つ目、ソニープラナー TFE50mmF1.4ZA ということでね、まあ、これソニーの単焦点レンズ、そして標準の 50mm のレンズということで、F1.4 のレンズは GM ではなくて、このザイスのプラナーというブランドのね、レンズになるわけなんですけれども、なんでね、これを売ってしまったかというところをまずお話したいんですけれども、意外とね、登場機会が少なくなってしまったというところが理由です。で、なんで登場機会が少なくなってしまったかと言いますと、85mm のね、GM レンズ、これがね、非常に良すぎて、50mm である必要性っていうのがね、ある撮影っていうのはあんまりなかったので、まあ、そういう意味で 85mm でいいやっていうことで 50mm を持っていかないケースっていうのは非常に増えちゃったんですね。で、 50mm の撮影ないのかってやれるとそんなことないんですけど、やっぱりね、ズームレンズの方が便利な現場お仕事とか撮影の方が多くて、でそういう意味では2470の F2.8 を持っていくので、焦点距離かぶっちゃうから、じゃあ置いとこうかなっていうことが非常に多かったレンズです。でこれいくらで売れたかって言いますと、95,584円にプラスアルファで 20% が増額されているという感じですね。で、購入した時はどのぐらいだったかっていうのは正確には覚えていないんですけれども、まあ、今の現状だと、まあ、157,000円ということで、価格 .com さんの方に出ておりますので、まあ、そのぐらいで購入をしていると。これでもね、計算していくと非常にね、悲しい感じにもなってしまいますけれども、まあ、20% 増額で何年ぐらいかな、3年ぐらいかな、使えたと思うんで、まあ、悪くはなかったんでしょうということで、これを良かったということで収めたいと思っております。はい、次、これもね、ソニーの商品なんですけれども、FE100mmF2.8STFGMOSS というレンズで、これね、あのフィルターが入っている 100mm の GM レンズということで、ソニーの中でも結構変わり種のレンズということで評判です。でね、実際に使った感覚で言うと、写りは100点なんですけれども、これフィルターが入っている都合で、まあ、F2.8 っていうのは開放の絞り値なんですけれども、 T 値と言われる、まあ、実際の暗さ、明るさの部分ではフィルターの都合で F2.8 に合わせても 5.6 と同じ暗さなんですよ。
なので、例えば今日は晴れの現場で結構日が入ってるところでの撮影かなと思ってこれを持ってくと、なんか建物の陰で結構暗くなっちゃってたりとか、あと天候が悪くなっちゃって曇りになっちゃったとかっていうと、このレンズね全然活かしきれないんですよ。いかんせんフィルターでのね現光がひどすぎるというか強すぎるので、場所と時を選ぶレンズだと思うんですけれども、僕はねちょっと外れの場面が非常に多かったです。ただね、これ当たった時にはめちゃめちゃ写りがいいんですよ。もっと綺麗にボケてくれるんで、僕はね非常に好ましいレンズで、もう本当にこれはね最後の最後まで売るかどうかっていうのを悩みました。ただね、やっぱりお財布事情っていうのがね、まあいかんともしがたい問題だと思うので、まあこれはね、まあしょうがないと割り切って売ることにしました。まあ撮影機会っていうのはもう本当年に3回4回あればいいかなっていうぐらいのものだったんで、まあそれだったら F1.4 の 85mm GM レンズの方でね頑張りきれるのかなっていうところもあったりしまして、まあ売ることにしました。まあこれはね非常に悲しい感じでしたね。で、金額にすると、82,709円で、これも 20% 増額がここにつきます。で、買った時の価格は 146,679円ということで、これ結構ね、マイナスがでっかいんですよね。まあ、ただね、これは本当に中古屋さんでもすごく出回ってるレンズなので、まあ、これはねしょうがないのかなと思います。多分ね皆さん僕と同じように買って写りはいいんだけど出動させる機会があんまりないから売っちゃうかっていう人はね非常に多いんじゃないかなと思います。ただね、本当に自分の写真っていうのをより個性づけてくれる、印象的なものにしてくれやすいレンズだと思うので、まあ、これは1本ね持っててもいいのかなとも本当思いました。そのぐらいねものすごく悩みました。そんなレンズでした。そして次、これねニコンのレンズなんですけど、出そうかすごく迷ったんですけど、まあ出しちゃいました。これもねあんまり出動の機会がなかったです。 AFS ニッコール 50mm F1.8G のレンズ、これはね安い単焦点レンズ、まあ、マキエレンズと言われるものですよね。なので、まあ、なかなかね人気自体はあるんですけど、まあ、そこまで写りがいいかどうかっていうとうーんな部分があって、で2470の F2.8 を持っているんで、まあ、それで大体しきれるのかなと、まあ、写りも言うほど変わんない気がなんとなく、まあ、おまじない的な意味でこの単焦点っていうのを持ってましたけど、まあ、なくてもいいかなっていうところで売ることになりました。で価格としては、12,669円から 20% 増額で、元々の買った価格は 25,000円ぐらいなんで、これもねパーセンテージですると、まあ、半額ぐらいで売っちゃってることになるんですけど、まあ、これも使わなくなってしまっていたので、まあ、いい整理かなというところで、売らせていただきました。まあ、こういう機会がないとねこういう機材の整理をしなくて、で機材って古くなってっちゃうと買取価格ってどんどん落ちていってしまうもの多いと思うんですよ。まあ、そういう意味ではねこの機会に、まあ、ある程度整理をしちゃおうかなというところでここまで来てみました。そして最後です。これね僕の動画を見てくれてる人の中では結構ね売っちゃうのみたいな、そんな感じのものかもしれないです。で僕もねちょっと正直これを売ってしまうと、ま、動画撮ったりするのも困ってしまうところがあるなと思いながらも、まあこの機会だから売っちゃおうかなっていう感じです。まあ、正直ねこの 20% 増額がなければ僕は絶対手放さなかったカメラになると思います。ニコンの Z50 ダブルズームキット、これなんですよ。でこれはね売るかどうかを悩む前に Z5 の情報がねちょっとね強烈すぎましたね。あれはやっぱりねフルサイズいいなって思えるぐらいの出来で、価格もエントリー向けで抑えめだったんですよ。これって Z50 と、まあ、正直ね面を向かって比較をしてしまうと、まあ、当然価格にして倍ぐらいするので、まあ、そりゃそうなんですけれども、フルサイズが勝ることはあっても劣ることはやっぱないんですよね。まあ、ただ軽さっていう面ではこのダブルズームキットのレンズって非常に軽くて扱いやすかったんで、僕はね非常に大好きだったんですけれども、で決め手になったのはやっぱり 20% の買取価格のアップで、
金額を言いますと、買取価格は91,258円にプラスの 20% アップで、買取と下取りかなという形になりまして、でこのカメラを買った時の価格は152,850円なんですけども、ここにね3万円のキャッシュバックがかかってるんで、実質ね12万円ぐらいなんですよ。でこの買取価格計算してみると、91,000だから11万ぐらいで売れてることになるので、実質1万円ぐらいで、この半年8ヶ月9ヶ月を使わせていただいたというような計算になるんじゃないのかなと。これ多分もっと引っ張るとどんどん価格が落ちていきますし、 Z5 が出た時には価格がねこれ非常に下がっちゃうと思うんですよ。なんでもう買い替えるのをこう先に見るとすれば、下取りに出すのはもう今しかないのかなというようなタイミングだったので、これをね売らせていただくことにしました。 Z50 に関してはね、このゆるフォトのおシャンポで非常によく使っていたカメラで、もう本当ね携帯性特化というところがもう本当に好きだったんですよ。その上で写りもなかなか素晴らしいというところがあってね、もう本当にねちょっと愛着がかなり湧いていたんですけれども、昨日ねマップカメラさんの方に配送させていただきまして、先ほどこんな感じでね価格の一覧が出たというところで今回動画をお作りしてみました。このね、合計締めていくらになったかと言いますと、 20% アップ込みで328,800円、だいたい33万円ぐらいで売ることができました。下取りをしていただくことができました。でキヤノンの EOS R5 が45万円ぐらいだったということなんで、マイナス12万円追加でお支払いをさせていただいて、 EOS R5 を使わせていただくというような流れになるかなと思います。以前ねやっぱりお話をさせていただいている通り、この EOS R5 をどこまで使っていくのかっていうのは正直ね僕はわからないところがありまして、やっぱりねこの電池バッテリーライフっていう問題はね深刻なのかなと思うんですよね、個人的には。なのでちょっとテストをして実際に使ってみないと何とも言えないんで、僕もしっかりと使わせていただいて、その上でねどういうふうに運用するかっていう判断をしていきたいと思います。そして、もしねうんっていうふうに感じてしまった時は、おそらくこの EOS R5 をマップカメラさんか、ヤフオクかなんかで売って、でそれをね、元手に EOS R を買うような気がしてならないですね。 EOS R6 っていうのも選択肢の一つなんですけれども、やっぱりね画素数がもう1000万画素足りててくれるとね非常に僕は嬉しいかなと思ったんですけれども、どうするかおいおい決めていこうかなと思っております。はい、というわけでね、今回はマップカメラさんで機材を売ってみた、実際いくらになったのかっていうのをね皆さんにお届けしてみました。ぜひねマップカメラさんご利用していただけるといいんじゃないのかなと思います。というわけで本日の動画以上になります。ぜひねチャンネル登録そしてグッドボタンをいただけると嬉しいかなと思っております。それでは